はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第9章やっていきたいと思います。モズメちゃんはもう仲間にしましたね。なんでメンツとしてはこんな感じです。でモズメはとりあえず絶対死なせたくないんで、もうレベル9まで上げました。まあ本来だったらちょっとアクアも絶対死なせたくないキャラだったんだけど、まあしょうがない、なくなっちゃったものはなくなっちゃったで。でドーピング剤も今3600円しか金がないんで、ちょっとヒットポイントと主人公素早さ重要だから、であと守備これでいこう。で、モズメも、ヒットポイントと、こいつは守備だな。この2つとりあえず死なない方向で固めていきましょう。じゃあそのまま第9章、流浪。ミカミックスを信じるサクラたちも仲間に加わった一行は、追っ手との無益な戦いを避けるため中立国の出雲公国への近道、黄泉の階段を抜けることにした。黄泉の階段か。ノスフェラトゥのイメージしかないな。あとはなんかあったっけ。階段がやたら長いっていう。ガロン王様ではないか。そうか、ミカミックスは生き延びたか。奴は知っておるのだな。知ってはならぬ真実を。だが案ずるな、すでに手は打ってある。ミカミックスなど恐れるに足らん。簡単にひねりつぶしてくれよう。分かっておるはずだ、わしを止めることは誰にもできぬと。この世界はもうすぐわしのもの。ふははは。はお父様、誰と話をしているの。いや、それはもうちょっと電波だよ、電波。それにミカミックスお姉ちゃんをひねりつぶすだなんて、なんだか嫌な予感がする。マックスお兄ちゃんに相談してみよう。ダメよ、エリーゼ、やめた方がいいわ。カミラお姉ちゃん、お父様から何かまがまがしい気配を感じるの。この世のものではないような。そんな、だったらなおさらミカミックスお姉ちゃんの身が。へえ、今下手に動くのは危険だわ。少し様子を見ましょう。様子って何の様子を見るんだ。ガロン王の電波とのお話か。あ、クラーケンシュタインと黄泉の階段、やっぱり結構距離があるな。これ自分で移動するわけじゃないんで、なんか地理的なものがよくわかんないんですよね。どこに何があって、アンヤ王国がどこでみたいな。お、へばっちゃったよ。根性ねえな、ミカミックス。この階段いつまで続くんでしょう。わからないわ。わかんないんだ。でも目的地まではこの黄泉の階段を抜けていくのが一番早いの。階段をどれだけあるかわかんないのに。目的地は確か中立国の出雲公国でしたよね、アクア姉様。ええ。白夜の追っ手と戦いを避けるにはそこを目指すのが得策よ。あの国では全ての戦闘行為が禁止されているはずだもの。なんだか霧が濃くなってきましたよ。ノスフェラトゥだよ、ほらほら。皆さん、ノスフェラトゥです。お任せください、さくら様。はい、せやそりゃせや。は、覚悟は良いな。うん、お、人だ。あ、これ白夜であったな、このイベント。皆さん待ってください。倒れている敵の姿がノスフェラトゥじゃありません、人間です。まさか。これは風の部族の者たちだわ。マクベスにしてやられた。そんな、これは何者かの罠だったのでしょうか。ミカミックス、これからどうしましょうか。はい、風の部族の村へ行きましょう。ちゃんと説明して謝罪をしないと。そうね、私もそれがいいと思うわ。ごめんな、風の部族のお二人さん。これ殺したんだっけ、生きてるんだっけ。この死体持ってくのかな。鈴風とかすげえやる気満々なんだけど。手裏剣二つ持ってるよ、そんな。しまえよ、これからあの謝りに行くのに。ここが風の部族の村ですか。あいつだ、仲間に攻撃を仕掛けた奴らは。遠くに刀を持ってるやつ危ねえぞ。
仲間にひどい傷を負わせやがって、絶対に許すものか。あ、とりあえず死んではなさそうだな。話を聞いてください。確かに私たちはあなたたちの仲間を傷つけてしまいました。それは事実です。申し訳ありませんでした。でもあれは誰かの罠だったんです。私たちに風の部族の皆さんへの敵意はありません。なんだと？今さらそんな言葉が信用できるか。処刑だ、処刑だなんだこいつこんなに怒っている皆さんを見たことがありません。あのミカミックス姉様、残念ですけどこの状態では話すら聞いてもらえそうにないと思います。誤解を解くために族長のいる烈風城に行ってみるのはどうでしょうか。え、烈風城？はい。そこに風の部族の族長さんがいらっしゃるって聞いたことがあるんです。族長さんに分かってもらえれば皆さんも敵対するのをやめてくださるかも。そうね。幸い風は止んでるわ。今なら暴風に守られているあの城にたどり着けるかも。けれど話したところで分かってもらえるとは限らないわよ。それでも行く覚悟はある？はい。私たちにはより多くの味方が必要です。そのためには地道に信頼を積み重ねるしかありません。行きましょう、烈風城へ。とりあえず見逃してくれたのか、風の部族の一般兵。びっくりしたちょっとガンズかと思ったよこのハゲお前たちか、この私に会いたいと申し出たのは。はい。私はミカミックスと申します。あなたが風の部族の長ですね。いかにも。私が族長のフーガである。民たちより話は聞いた。お前たちはアンヤにもビャキヤにも属さず両国の破滅を狙っているそうだな。そしてその手始めに我が同胞を襲ったと。まさか。一体誰がそんなことを。私たちは両国の破滅など考えていません。本当にそれを企んでいるのはむしろあの国の王。ダメよミカミックス。あ、なんだ。いえ、なんでもありません。でも真の敵は別にいるんです。これだけは信じてください。真の敵だと。死を恐れて血迷ったか。油断させて襲うなどという考えは捨ておけ。卑劣極まるその愚行は万死に値する。直ちにこの者たちを処刑せよ。やっぱりダメなんでしょうか。ここには誰も私たちを信じてくれる人なんていないのですか。お、なんか来た。待て、風の族長よ。あ、リンカさん、どうしてここへ。あんたを探してたんだよ、これまでずっと。あの日あんたが行方をくらましてから両国は大混乱だ。今じゃミカミックスは両国を滅ぼそうと企んでいるんじゃないかって噂まで立ってる。けどあんたはそんなことをするようなやつじゃない。私はそう信じている。リンカさん、ありがとうございます。炎の族長の娘か。なぜお前がこの女をかばう。いいか、私にはこの前こいつに助けられた恩があってね。証拠もないのに勝手に殺されちゃ困るんだよ。それにこのミカミックスという女は理由もなく暴挙を行う人間ではない。少なくとも炎の族長の長、私の親父なら処刑なんかしないで話を聞くだろうね。私にそいつを信じろと言いたいのか。その進言軽くはないぞ。覚悟あってのことだろうな。ああ。炎の部族の名において誓おう。面白い。お前にそこまで言わせるほどのものということか。ならばこの風雅にも示してもらおう。正々堂々とこの私と戦ってその力を証明してみせろ。卑怯なやり方など必要なかったとお前たち自身の力を持って示してみるがいい。行くぞミカミックス。私も手を貸す。だからお前は思いのままに戦え。わかりました。お願いしますリンカさん。勝つことで納得してもらえるのなら戦いを拒む理由はありません。皆さん戦闘準備を。なんだかんだで戦うのか。あ、このマップか。風で吹っ飛ばされるマップだ。使えるものを使おう。ほいほいほいと。あとはもう詰めだな。ヒットポイントと守備と。リンカはいねえな。マップ配置。そう、ちょっとね、初めて知ったんですけど、もう、トーマ王国に来て初めてかよみたいな、あれですけど、もうここでね、なんかね、防刃を組めるっぽいんですよ。あれ、どうしてやるんだ。組めるっぽいっていうだけで、ちょっと実際に組んだことはないんですけど、防刃で、こいつ。おお、すげえすげえすげえ。あと、くっついてるやつしか多分ダメなんで、モズメちょっとね、やっぱり死なせたくないんで、防刃組ませたいよな。ここに置いて、リンカと防刃組める？組めねえな。まあいいか、じゃあ、とりあえずこれで。行きましょう。
ゴマシ先に吹っ飛ばされるっていう、まあ例のマップですね。でもこれ下に吹いてるから、これはいいでしょ、これで。と、その前に、いつもの戦闘アニメをオンにして、行くぜ。いや、やっぱ強えな、主人公は。大丈夫です。無駄。無駄。半分以上溜まるな、一気に。経験値は相変わらず1しか入らない。こっちだな、問題は。どうする？まず、また、モズメと、リンカを組ませて、力4の守備2でしょ？完璧じゃん。こいつ前線に出そう。ほんと大丈夫か？じゃあ、こいつ、護衛につけるか。風花とか、もう、右に、主人公以外の部隊は集結させよう。左はこいつで無双できるはずだからな。よしよしよし。来たか。1×2。一緒に行くぞ。おいたたたたた。おっ、そうだ。モズメは射程2からの反撃ができる。OK、OK。ただ守備そこまですごい高いってわけじゃないんだな。下克上。いや、もう下克上するまでもなく、モズメは強い。油断は禁物ですぞ。ああ、こいつすげえパワーな、でも。まあ一発で倒せるけど。お、鉄の金棒。この風が厄介なんだよな。下の方に行けば吹っ飛ばされても特に問題はないと。大丈夫です。無駄。さよなら。下の向きだから大丈夫だな。どうしようかな、この忍びみたいなやつ。こっちで先に倒すか。うん、いけるな。強そうな向きはったで。いや、もう強そうではないぞ、完全に。強いんだね。よし、レベルアップ。こいつを前線に出そう。うわ、結構減るな。こっから行くか。いや、強い、こいつ強い。部族兵、さくら少し前に出そう。こいつどこまで来れる？ここまで来れるか。やっぱりでもモズメだよな。戦闘力が今低下してるからな。回復できる位置に置いとくか。となるとこうだな。サポートいたします。え、大丈夫か。やってやるぞ。防刃敷いてるから追撃は食らわない。かかあれ、かかった。ただガードゲージが溜まったから、こいつはこれをぶっ倒して、完全に安心できるな、主人公。おい、ゲージもたまりの。こいつ吹っ飛ばされてる。聖堂のなぎなた。聖堂のなぎなた、弱えな。まず、こいつをここに持ってきて、弱体化させて、結局ゼロかよ。弱体化させてからこいつでぶん殴る。まあダメージは食わないからな。ガーンガーン。よし、これまだ椿で倒せんだろう。安全なところから行くか。手ありで。さらばだ。完璧完璧。やっぱ射程の武器はかなり使いやすいな。でヒットポイント一応回復させとこう。風花が全然使い物にならないな。そうすると鈴風は射程2から、あ、幸運の叫びとかいうのか、攻撃できるから
応弱体化を狙えるし、まあそこそこの使い道はあるけど、ほら、ただやっぱり無双ができるかっていうとそういう感じでもないな。モズメこいつを、いや先に鈴風だな。鈴風で攻撃して、あ、夏で桜がついてるんだ。弱体化させてからの攻撃と、ほら無駄、よし、これでここは大丈夫だよな。敵もいないし、え、大丈夫だよね、大丈夫大丈夫で回復させて風花をここに置いて、ここに置けば OK で、主人公はもちろんこのままガンガン攻める。さあ来なさい。結局はゼロか。ゼロ。弱体化してもゼロ。っていうか、かわせるし。勝てましたか。レベル20までちょっと逃走だな。1しか入らないから経験値が。案外、上級職にすぐなれるかなって思ったけど。やっぱことはそう簡単には運ばない。これあれじゃないかよ。吹っ飛ばされんじゃん。まあいいや、倒しとこう。油断は禁物です。安全第一に行こう、安全第一に。すみません。で、ここは下だからどうすっかな。この忍者まだ来ないか。のじめをちょっと出すか。そうするとあれこれ、風で全員を強制移動し、吹いている風が止む。風強制移動か、やめとこう。一緒に行くぞ。来たか。しかし返り討ち。これでいいんです。ギュンターのね、確か個人スキルみたいなやつが、主人公と防陣を組むとダメージプラス3みたいなやつなんで。うわー、吹っ飛ばされた。これ椿も吹っ飛ばされたな。モズメでこいつをぶん殴っとくか。部族の力見せてやる。挑め。で、あとは射程2のやつで、一応ね、風花もそういえば射程にあるんだ。弱い、倒せる。ああ、なんで桜が出てきたんだ。あいたたたた、勝ちました。さよなら。よし、回復はちょっとこまめに行っとこう。少し春祭りの数が減ってきてるけど、遠い。いっぱいいるな、なんだかんだでいっぱい。うわ、ここまたあれじゃん。どうしよう、一旦待とう。これ上に行けるな。5マスだよね。そうするとここら辺に来るな、みんな。どうしようかな。一旦退避させるか、こっちに。最終的に龍脈使ってみようっと。龍脈、風を止まれ。おお、来た来た来た。カモが来たよ。お供いたしましょう。ほいほいっと。あと70体。あと70体倒せばレベルが上がる。ほら、よし、敵なんている。ああ、宝箱、そうか、あれも取りに行くか。でもね、ボスを倒すと多分結構経験値入ると思うんですよね。祈
命知らず。なんということ。道を開けてください。なんでこう後ろの攻撃で出るんだこれが。一発目から出てくる、一発目から。よし、これ結局下に押し戻されんじゃねえかよ。こいつはちょっと無理だろうな、危険すぎるよな。鈴風が意外に使えるな。そう思うと風花が出番が全くない。あ、こいつ俺じゃん。ふむ、思ったより弱そうなやつらかな。お前に言われたくねえよ。本当にお前たちが風の部族に歯向かったものなのか。まあ良い、この月読みのまじないを受けて立っていられるか試してやろう。そうなんだよこれね、魔法防御がちょっと弱いんだよこいつ。いったい早々に始末する必要がある、この月読みを。あぶね、防刃かけてなかったら食らってたからな。勝てましたか。でも月読みを倒すと、あ、なんか出てきたな。経験値結構入りそうだな、月読み倒すと。いけるか。倒せる、3。こいつもまじないしだな。でもここだったら大丈夫だ。射程もよく見とかないとな。あ、大丈夫だ、ダメージ食らわない。ほら、てか一発で倒せるし。うまくいきました。見かけによらず、なかなかやるようだな。結局1かよ、経験値こいつも。雑魚は雑魚でしかなかったか。今のうちに進め、風の吹いてないうちに進め。いい勝負をする感じだな。力のドーピングでもかけとけばよかったかな。あいつまじないしだかんな。弓もここまで来るか。でも弓多分あんま食らないと思うから、一応ここで傷薬を使おう。いやー、つくよみ攻撃力だけは高かったな。1,2,3,4,5、ここら辺まで吹っ飛ばされんな。この下の位置にいれば大丈夫だな。そうすると、まあ例によって、じゃあ弱体化を狙って。そっから9だったら風花で倒せんじゃないの。倒せねえし。あ、こっちなら倒せんな。あ、これ風花でもやばい、吹っ飛ばされた位置がやばそうだな。死ぬ恐れがある。5マス先で、そこ1,2,3,4,5、ここまで吹っ飛ばされんな。大丈夫か。大丈夫だな。でまたこいつらでこっちに行って、あ、こいつはいつでもね、どこでも移動できるから。さくら、じゃあここに置いとくか。応援、幸運の叫び。いや、やっぱ銃食らうか。そろそろ魔法防具のことも考えとかないといけないな。吹っ飛ばされた。孤独になった。孤独死する、このままでは。ここでも吹っ飛ばされるけど、まあ倒しとくか。まじないしはやっぱり危険なんで。すみません。お、傷薬をゲット。でこいつを、微妙な感じだな。いくつ当たる。全然当たらねえな。射程に入るか。そうするとで、こいつはここに行って、あいつに任せて大丈夫か。ちょっとこっちの援護に行くか。じゃあ風をやめばいいんだ。風をやめ、吹っ飛ばされちゃったよ自分。意味なかった。意味なかったっていうか、むしろピンチになってるし。やべえやべえやべえ、すっげえ無駄なことした。これ
死んだな、かぶ。あ、でも死んでねえか。大丈夫よ。おー、いって、いっ、いくよ。弓7か、結構食らうな。おお、ちょっとやばいぞ、これは。上の2人がかなりやばい。油断は禁物ですぞ。だからどうして2回目の攻撃で出るんだ。勝負ありました。さっきの風いらなかったな。これ敵味方吹っ飛ぶからな、風で。何も持ってねえし。12か、死ぬな。これ死んだな、風花死んだな。とりあえず射程2から攻撃しよう。おら、で防刃かけるかどうする。速さと魔法防御微妙だな。こいつをとりあえずぶっ倒しとこう。ほら、当然だよね。で多分次風花が狙われて、でこいつ天満武者だから最悪逃げられっかんな。仕方がないといえば仕方がないか。待機回復位置に行けるな。あ、待って、リブローがある。弓兵さくら死なない。さくらどうだ。こっからリブローっていけんの。ちなみにいける。よし、あぶね。これでなんとか持ちこたえてくれ。でこいつはこのまま攻撃。こいつとの戦いなら勝てるからな。うお、壊された。マジか。でも次はガードが発生するから。15、あぶねえ。リブローなかったら死んでたな。こいつは安心だ。いやー、ちょっと緊張したな。まあでも風花が死んだところでっていうのはあるけど、とはいえな、もともとの戦力不足は否めないからな。大丈夫です。とりあえず王族がね、仲間になってくると多分だいぶ安定すると思うんですよ。うわ、こいつも15与えてくるか。いって、ただこれで弱体化したから。お、風が吹いている。戦いこそ喜びだ。やはりアクアとかがいないから、効率がだいぶ悪いな。ここはまだ回復しなくていいや。射程1なら反撃食らわないから倒せるでしょ。勝てるのか。よし。え、川崎だ。敵強い。やっぱハードモードだからか。よし、宝の鍵をゲット。で、鈴風が宝の鍵ゲットしてもあんまり意味ないな。リブローで回復させよう。おい、12か、マイナスだな。ダメージ的にマイナス。全然ダメージ当たらねえな。どうする。こっからの攻撃は残るけど、いいや、これでいこう。大丈夫よ。おりゃ、1しか当たんないのか、風花が。和の心、和の心って確かちょっとずつ回復するんだよね。 94% 外れることはね、ないと思うんだよ。よし、あー危ない。なんとかしのいだ。8レベルか。ヒットポイントと力がまあ上がってくれたから、いいか。敵がワンサが出てくんな。よしよし、ナイスだナイスだ。今のうちに、
宝の鍵はこいつが持ってるから、階段あるけどさ、敵がいきなりひょこって出てくるとかないよな。ここで持ち物、傷薬を使っちゃおう。もうどういう道になってんだこれ。さくらだな。ちょっと回復薬が一人だから、よし。こいつらそうだよな、傷薬持たせておくべきなんだよ全員に。こいつらも攻め込んできてんな。よしよしよし、椿が徐々に回復していってる。あとこいつらがどこまで来るか。鈴風で宝箱開けよう。リブロー、あ、やったリブローだ。でも遠い桜が渡せない。来たー。いやーマジかよ、どんだけ出てくんだよ。もうこいつの一文字やばいんだけど。でここで吹っ飛ばされるのはもう絶対まずいから、こうだな。でここにこうだな。ここがこうで固まるしかない。さくら遠いか、遠いな。宝箱を開けて、でこいつここまで次吹っ飛ぶだろう。来るか。 4×8 か。おお、うお、来た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 。誰を出すかだな。傷薬、あれ鍵がない。鍵がこいつら。鍵をくれ俺に。お、これで一発で倒せるか。おら、よし、うまくいきました。結構時間かかるなやっぱり。傷薬をあっちに持ってきたい。こいつまずノーダメージで倒すことが第一優先だな。てかまずモズメを生き残らせる、これはまず第一要請だよ。他のやつは死んでもしょうがないもん。こいつがこことここか。でもこれで下に逃げよう。この二人は風で超チキン。あ、下に行ったらこいつらと戦闘することになるか。大丈夫か。きたー、鈴風が死んだか。そうするとダメだよ。しくじりました。さらばだ。もうとっととボスを倒すか。道を開けてください。邪魔だ。そうだ、すみません。弓兵がなぜかあっちに行った。さようならあれ、風花が全然動いてない。もうこいつは突破だな。さくらと一緒に。でこいつじゃあどうすんだよどうにもならんぞ。この忍び軍隊ならモズメでなんとかなんでしょう。あれ、こっちに狙ってきた。やばいやばいやばい。入って手やりはね、連続攻撃を食らいやすいっていう弱点があるからな。また下かよ。そうするとあーでも攻撃をするしかない。倒しときたいからなやっぱりこいつは。敵ですぞ。
さくら、さくらをちょっと話したのが失敗だったな。あと鍵持ってるやついない？いないね、本当に。パラレルプルーフ持ってる風が。この忍者くんを倒せねえのかよ。いやー、でもこいつで攻撃すると死ぬからな。性能の薙刀がちょっと弱いんだな。普通の鉄の薙刀買ってあげよう。でこれで攻撃すれば倒せるっしょ。上か。 87% 外すなよ。外しても一応生き残るか。オーケーオーケー。こいつもうどうにもなんねえな。鬼ごっこしかできない。うわー、吹っ飛ばされたーで吹っ飛んでみたいな。よいしょ。でこいつだな。モズメな、パワーがねえな。パワーが、攻撃力が弱い。めっちゃ上がった。さすがだな、これマジ期待はできるよな。逃げよう。こいつも逃げよう。大丈夫っすよ、忍者相手。うわー、危ねえ危ねえ。お、かわした。しかもまた敵が出てきたよ。どんだけ増援出てくんだここ。やはり早急に勝負をつけるしかないな。一緒に行くぞ。とりあえず死ぬことはないな、モズメが。むしろレベルが上がっていく。さくらはちょっと動かさない方が良さそうだからな。あー、やばい、ここ当たるんだ。痛い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 、もうやばい。さて1体ずつ確実に仕留めていく。よし、勝てましたか。モズメモズメ、ちょうど倒せんな。14。よし、ガードゲージも溜まってるから安心感はあるな今のところ。さくらどうせ上に吹っ飛ばないからこれでいいや。どうしよう、風花。風花に鍵渡しとけばよかったな。敵ですよ。防げた。あそこの宝箱何があるんだろう。鍵開け要員もいなくなってきたかな。これ下に吹っ飛ばされるの。12345ってちょうどあれじゃねえかよ。一旦ちょっとめんどくさくなるけどしょうがねえな。もう増援は出てこないよね。こういうギミックのあるステージはめんどくさい。時間がかかってしょうがない。よし、ここで弓兵ぶっ倒して。お供いたしましょう。うまくいきました。お金も欲しいんだな、お金も。ドーピング剤買うのに。さくら連れてけばなんとかなるかな。上か、上は大丈夫だ。こっちをぶっ倒す。サポートいたします。夏末。よし、ようやくここまで来たよ。うわー、飛ばされた。どうだ。あ、全然倒せるわ。真の正しさがどこにあるのか、この私が見極めてやろう。さあ存分に力を示してみよう。油断は禁物です。行くぜ。ほら無駄。何かわされた。
あ、経験値入った、やった。じゃあいいや。あ、何キューが回復するとは卑怯なり。敵です。くらい。おら、何かわしてくるのかこれ。あ、また出た。てか 27% じゃん、こっちの攻撃。なんでだ、どういうことだ。超回避率高いんだけど。下げられたからか。 57%。 しかも倒せないことになってるし。まあでもダメージは全然食らわないからな、まあ、いつか絶対倒せる。これ当たってくれ。おー、おら、うわー、回復もしてくるからなこいつ。ここでずるいよなあれ、攻撃してこない。しかも殺されると思ったからか。大丈夫です。こいつとの戦いがだいぶ長引くな。うおー、待ち伏せ2。よし、あと1回当たってくれ。これよし、倒した。たく、手こずらせてくれる。見事だ。やった、超経験値持ってる。しかもパラレルプルーフ、まあ今はいらないな。みんな吹っ飛ばされた。これでようやく制圧が可能だ。いやー、長かったな。鈴風死んだし。これで認めてもらえたでしょうか。風の部族に攻撃をしたことを本当に申し訳なく思っています。ですが私たちは。分かっている。今の戦いで確かに感じた。お前に宿っている澄んだ心と戦士の魂を。部族の者たちの誤解は私が解いておくと約束しよう。ありがとうございます。フーガ様スメラギを喜ぶがいい。お前の娘は立派に成長しているぞ。え、お父様はご存知なのですか。そうだな、私はかつての白夜王スメラギの親友であったのだ。若き日のあいつとは共に戦い背中を預け合ったものだ。それにしても先ほどは見事な戦いであった。さすがは人痘や都の神を持つ者だ。その刀の話はスメラギより聞いたことがある。あ、お父様から。よいか。お前の持つ人痘ヤトの神は炎の紋章をつなぐ鍵となるもの。炎の紋章は絶対的な力を持ち、創造主である神さえも滅ぼせると言われている。あ、神さえも滅ぼせる力。神とかいたんだこの世界それならもしかしてあいつも。ええ、わずかな希望が見えてきたわね。うん、出雲公国のイザナが伝承に詳しいはずだ。炎の紋章について聞いてみるといい。我が部族もお前たちの力を貸そう。誰か腕の立つ者を。つくよみだろどうせ。仕方ないな、私が行こう。 あなたは先ほどの弱かったやつでも大丈夫なんですか。あなたはまだ子供のようですが。子供ではない、私はもう立派な大人だ。先ほどだってお前たちに負けはしたが立派に戦ってみせた。文句はないだろう風雅様。もちろんだ。お前は類稀な秘術の才能を持っている。きっとミカミックスたちの助けになるだろう。だがくれぐれも気をつけるのだぞ。うん、ミカミックス、そういうわけだ。特別に力を貸してやるから感謝しろ。ありがとうございます。つくよみさん、これからよろしくお願いしますね。まあ存分に頼るがよい。それじゃあ皆さん、早速出雲公国を目指しましょう。炎の紋章のことも何かわかるかもしれません。出雲公国っていうと今度あいつが出てくんな。もう名前忘れた、化けてるやつということで、ちょっと長くなっちゃいましたけど戦闘が第9章これで終了したいと思います。